神恵内村の議会は定例会最終日の今日、核のごみ処分場調査への応募を求める請願書について採決する予定でしたが見送られ、継続審議することになりました。議会としてね、丁寧に、議論していこうということだと思いますよね。議会が決めることですからね。議会の審議が終わるまでは私の意見は申し上げないということにしてます。昨日非公開で行われた委員会で住民説明会を開くべきだなど慎重な対応を求める意見が出たということです。議会は今後国などへ説明会の開催を求める方針で、今日午後村長と議長が記者会見し、今後の対応について説明するとみられます。